どうも、メタです。バーサーやっていきたいと思います。はい、本日は頂上決戦パワフルサッカー杯。こちらのね、効率のいい得点の出し方、お伝えさせていただこうかなと思っております。まずはじめに、自分は地区予選、北海道で入っております。そして、まだ石は終わってません。石割らずに、まあ、2日目の朝、171位です。まあ、ぼちぼちいいのかなと。自分はもともと100位以内入れればいいのかなと思ってて、まあ、石は終わらずに行ってます。そして、まず得点なんですけども、もし石今割ろうとしてる方、ちょっと待った方がいいです。まあ、上位ね、1位とか10位とか狙っている人は、まあ、割った方がいいと思うんですけども、基本的にボーナスがつくんですよ。予選ランキングのボーナスがこれだけつきますので、石を割るなら、本戦から割った方が、やっぱボーナスついて、それだけ、お金かからないんで。まあ、できれば、ガツガツ割ろうかなと思ってる方以外は、地区予選。地区予選も温存しといて、来週の本戦から石を割りましょう。そして、まあ、得点の取り方。ポイントの取り方なんですけども、とりあえず、まず自分のスタメン見てもらったらわかると思うんですけども、前線の選手変わっていきます。まあ、ボンバーヘッド今回大事になってくるんで、ボンバーヘッドをしっかりと打ってくださいという形です。まあ、ちょっと見てもらいましょうか。試合をとりあえず見てもらいます。まあ、コーナーキックね。前のパワフルサッカーハルコーナーキック大事だったんですけど、まあ、今回もコーナーキックは大事っちゃ大事です。大事ですけども、とりあえず前でシュートを取る。自分は長距離砲つけてません。シュートレンジプラス果敢なシュートトライ。そしてこれはキーパーの真上のバーを狙ってください。ここに打つと大体キーパーが弾くか、バーに当たって跳ね返ってくるので、ここを狙ってください。で、うまいこと上に上がったらボンバーヘッドを打つという形ですね。ちょっとハマってくんないんであれなんですけども、これをやってるとね、大体平均10万点以上は出るんですよ。で、ここはちょっとキーパーに弾いてもらいます。コーナーキック。で、コーナーキックで、大事なのは、できるかな、まあ、とりあえず上げますよね。で、ボンバーヘッド発動します。で、ボンバーヘッド打つのは、キーパーの真下ではなく、胴体ら辺を狙ってください。胴体を狙って打つ。で、弾く。で、今のはちょっとうまいこといかなかったんですけども、ボンバーヘッドでどんどん打てるんですよね。ああいう形にやってると。それでポイントを稼ぐ。そしたら大体最低10万点ぐらいはいけます。まあ、ボンバーヘッドだらけにしないといけないんで、ちょっと大変なんですけども、ベンチまで作った人は、これぐらいはいけるのかなと思っております。で、真上狙って、で、キーパー弾く。で、コーナーは逆方向に曲げたいから、こうやって、ちょっと遠めの選手を狙います。で、ボンバーヘッド打ちます。で、胴体狙って、弾かせます。こういう場合、ボンバーヘッド、多分打ったキャラなんで、ないですよね。ない場合は、これキーパー狙わないでください。キーパー狙っちゃうと取られちゃうので、バーを狙ってください。バーを狙って、キーパーの真上のバーを狙って、こぼれ球。おっと、キーパーが弾いちゃった。まあいいや。このキーパーちょっと強いんであれなんですけども、ボンバーヘッドひたすら打つと。こいつもボンバーヘッド回復しないのか。で、コーナーキャラが来ちゃった。違う。これぐらいかな。はい。キーパー弾いてくれたんでいいでしょう。で、ちょっと遠目のセンスを狙って。あれ、ボンバーヘッドが発動しない。やばいな。ちょっと一人の選手に集まりすぎてるから、ボンバーヘッド。まあこういう風にね、キーパー弾き分けたコーナーキックもひたすらできるんで、まあ、無課金、まあ微課金、まあ今回のイベントに使わないよって人はこういうやり方がいいと思います。そして、相手に胴体上げて、で、ボンバーヘッド打って、胴体当てて、ボンバーヘッド打って、これはボンバーヘッド打てないので、バーを狙う。で、バーを狙う。キーパー立て。
キーパー立つんだ。立つんだ、キーパー。おっと、これはちょっと打てないな。打てないな。角度なさすぎるな。まあいいや。キーパー弾いて。こういう形で得点は稼ぎましょう。ちょっと今10万点出てるかどうか微妙でしたが、こんな形で得点は稼ぎます。予選の段階でね、こんなにスターメタルもらえるってことはそういうことなんですよ。こういう形でやると、どんどん無課金、未課金でも得点稼げますので、ぜひぜひやってください。そして、まだね、控えに、ボンバーヘッドのキャラ、作ってない方、今のうちです。作っておきましょう。本戦までに作っておきましょう。そしてある程度走れます。まあ、できればボンバーヘッドつまへ。まあ、天空中央高校やれば大丈夫なんで。アリシア持ち込んで天空中央高校。そして、まあ、自分のキャラのように、まあ、控えの選手、あ、これじゃねえよ。今一瞬パーマニントさんかな。控えのキャラのように、まあ、こんな感じで、こういうキャラ。シュートの時に発動する金徳を取って、やっていくといいので、ぜひぜひ、こういうデッキ、今でもまだ間に合いますので、ベンチを作って、得点を稼いでいきましょう。はい。まあ本日は以上とさせていただきます。こういう形でね、自分はパワフルサッカー杯戦っていこうと思っております。皆さんもぜひ頑張ってください。はい。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。メタでした。さよならー。